大分市立住吉小学校は、かつて大分県大分市泉町にあった公立小学校である。大分市の中心部、大分川と住吉川に挟まれた地域を主な校区としていた。大分臨海工業地帯ご高知や大分市、公設地方卸売市場に近いため、近隣地域には公安運送業関係の企業が集まっていた。 卒業生の総数は4323人。少子化の影響や、もともと住宅地が少ないといった要因から、生徒数が減少傾向にあったため、学校の小規模化に伴い校区の再編成や、同じ大分市立大木田中学校区内にある、大分市立宮上町小学校、大分市立中島小学校との統廃合が検討された。 全国的に少人数学級を推進する動きなどを受け、2005年の時点で協議を一旦終結したが、2012年3月に策定された大分市立小中学校適正配置基本計画では、本校、宮毛町小学校、中島小学校を統合して新設校を建設するとともに、大木田中学校との小中一貫教育の充実を、 図るという方向性が示された。2014年2月25日には、大分市教育委員会が、本校、宮上町小学校、中島小学校を統合して、大木田中学校と隣接する本校の高地に、2017年4月に、施設一体型小中一貫校を開校することを決定している。2016年6月には、この新設校の種類を、 大分県発の義務教育学校とすること、公明を大分市立大木田学園とすることが決定された。本校は2017年3月31日に閉校し、同年4月1日に大分市立大木田学園が開校した。